文京区立命科小学校は東京都文京区戦国一丁目に位置する公立の小学校。1874年9月27日開校。公明の由来は文明開化より、いわゆる関東大震災に伴う震災からの復興小学校で、現行舎は1930年6月に鉄筋校舎として建造されている。しかし、厳密には、 関東大震災での被災は警備であったため、旧木造校舎と共に授業が行われていた。これは、当時の人口増加に伴う学校不足を解消することに重点を置かれたためで、他の復興小学校は少し状況が違っていた。5月25日戦争にて消失している文京区の方針によれば、2016年に文京区立林町小学校との統廃合を呼び、 文京区立第十中学校の部活グランド整備を行い、林町小学校に小学校を統合、民家小学校を第十中学部活グランドにする方針があったが、現在配置計画は廃止となり、統合は行わない方針となった。文京区のホームページによれば、2019年から改築工事がスタートする。計画の特徴の一つに、復元的改築が挙げられており、 一部の設備は、休校者の衣装を踏襲する予定になっている。民家の子供はやり通す。ありがとうございます。